だからこれなんかだったらその葉っぱでかいやつなら花芽来てるんだけどね。あ、そうなの。うん、これの親にはこれですってことです。これを凝らす。いや違う、いろんな色があるの。これこれ三山霧島です。サツキの高蔓園。この葉っぱのでかいのは、これもサツキ。これはトガの春だから、いろいろあるわけよ。うん、だからこんなのは凍らせはすくんです。それだけ、これだけ、うんうん、これしか取れなかったんだ。だこういうのがみんなね、これも花芽ついてる、これも花芽ついてるのよ。うん、なんだかわかんないんだけど、うん、だけど咲いたらさ、こういうのちっちゃいのに入れてね、タッタッと並べようと思ってるんだ。だからそれをこれの親にが、うん、もうこれだってことよ、これね。うん、それがさ、これ満開になったらなんまら綺麗だから、こうこんなになるから、うんうん、コーラするの。これ今年もね綺麗だけどね、こういう風にしてね、あ、これも花芽ついてるの。花芽ついてるの。こういう風に散らばさなかったの。ただこうやって上向いてボーンと咲いてたから、うんうんうん、一本一本ね花が根っぱっちゃった。今回はね、これに一つしかつぼみついてないの。こうやって。だからここに一輪って咲くからね、隣と二日ないんでね。だから来年この辺もっと花を落とすから、多めについたやつ。うん、そうすると、こんな状態がちょうどいいの、大きさが。これ一個のつぼみから一個しか咲かない。一応一個から、何個も咲く。うん、元気のいいやつは三個ぐらい咲くけどね。うん、だからこれはね、こんなとこはもう来年咲いたらこう塊になっちゃうんでね。ああいうふうに挿し木するから1年しか咲かねえ。ああ、そうそうそう。ああ、うん、そうそう。固まってこういうふうにして咲く。うん。元気でいいよ。うん。